さあ腰抜けども、砦から出てくることもできねえのか。戦えねえんならさっさと逃げ帰りやがれ。くそ、職の奴ら調子に乗りやがって。芝居様はなぜ動かないんだ。このまま俺たちに屈辱を味わえってのか。流行るな。じれているのは敵と手同じ。もうダメだ、やろうぜ。俺たちの力思い知らせてやる。待て、それこそ敵の思うツボよ。そうですわ皆さん、職が尺でも余裕しゃくしゃくで構えましょう。剣衛、そなた。おお、神剣衛様。神剣衛様がいらしたぞ。敵も今は挑発してくるだけのようです。でしたら気を楽にして備えていましょう。はい、神剣衛様。まったく、お前という娘はこの緊張をも難なく弛緩させおるか。でも真剣ですわ。明日の希望のため健やかに戦いましょう。芝居、このようなことが許されると思っているのか。葬儀の神でありながら私に弓を引くとは。葬儀の神だからこそ、この葬儀は偉大なる曹操殿が礎を築き、聡明なる曹丕殿が盤石としてきた。私も三代、いや四代か、長きにわたり使い、その隆盛に力を尽くしてきた。それを貴様のようなバカが乱し、食い潰すことは断じて許さん。死んで亡き曹操殿、曹丕殿にお会いし、己の愚かさを詫びてくるがいい。おのれ、この三奪者どもめ。三奪か、もはやそれ以外に手はないのやもの。加工派殿、今後は加工源殿に代わり、私が職正当の指揮を取ることになりました。ああ、聞いてるよ。加工源殿のことは残念です。どうか加工派殿は私と共に先行を立て、しばし殿たちの信を得られますよう。いや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 、そう簡単じゃないって。曹操殿の咎で加工源殿まで類が及んだんだ。そのうち俺の番だって。あと何人くらいだ。1人、2人、3人。まいったな。まさか戦場の外で命の心配することになるなんて。おや、いとこが職の長妃と嫁になったって言ってたっけ。いやいやいや、それ頼るってのもなんだかな。大体職は父さんの敵だってのに。とはいえ他に当てもないしな。考えててもしょうがない。ダメで、もともと職に行ってみるか。
我が方の戦線は完全に崩されたか。しばし殿、申し訳ございません。将兵一同奮戦するも力及ばず。ま、仕方ないさ。今回は向こうの先方の動きがすごすぎた。仕方ないですと？我々は兵や民の負担の上で戦をしているのです。それをあなたはそのように。将の言う通りだ。諸葛隊よ、勝敗は戦の常だ。敗北を認めることも戦のうちだ。孫権を失えばもろかろうと踏んだが、将兵の気骨と粉塵、さすが孫吾と言うべきか。兄上、みんなを引かせますか？無駄に死なせたらそれこそ兵や民に悪いですし。席は全て私が負う。私の名で各軍に撤退を。俺から号令しますよ。敗戦の席ってのがあるなら兄上と俺二人で追いましょう。我が天命、いまだその時ではないか。芝居の息子芝生よ、貴様を討ち亡き上昇への手向けとする。なるほど。道理で血眼になって俺を追い詰めるわけだ。父上、あなたは随分と恨みを買っていたようだ。ジタバタするのもめんどくせえ。やるならさっさとやってくれ。諦めるな。お前の天命はまだ先にあるのだ。はい、兄上。兄上、くそ、あの時の傷がこんなことになるなんて。父上がおられたらバカめがと一喝されるぞ。過ぎた時を悔いることに意味はない。今私は己の天命を悟った。我が天命は将、お前へと芝一族の系譜をつなぐことにあったのだ。やめてくださいよ兄上、そういうのは俺には重すぎます。師匠、芝氏殿の最後の言葉だ。しっかりと聞け。カジュ、お前。カジュの言う通りだ。将、私は最後に全てをお前に託す。最後のものを束ね、明日、葬儀の未来、新たな時代を開く。やっぱりそういうことか。これまでの内乱は全て陛下の差し金だったとは。無理もないことだろう。いや、道理だと言うべきか。しばしは力を持った。それは
才と実力、そして実績に見合った力だ。それがただ血筋のみで天使となった者にどう映るかなど考えるまでもない。ああ、めんどくせえ。俺たちは葬儀のために尽くしてきたってのによ。ああ、誠実に、ひたむきに。そしてその過程で曹操を討ち、政敵を排してきた。それがこうも裏目に出るなんてな。もはやお前は曹操だ。曹操の脅威なんだ。どうする、四条よ。このまま神戸を垂れ、奴らが腐れ落ちるのを見届けるか。これが俺の天命ってことか。葬儀を終わらせる。俺たちの手で新しい時代を作ろう。これでようやく大きな面倒が一つ片付いたな。何を言っている、四条。まだ最後の爪が残っている。何がだ。食帝龍禅の章だ。敗者には敗北を深く刻まねばならぬ。己が敗者だと忘れぬ印を。それが龍皇子の命だっていうのか。これ以上ないほどのな。それはなしだ、カジ。悲しみのない世を目指す。俺は龍皇子がそう言った。それを裏切ることはできない。その甘さが再び世を乱すとしてみよう。逆だ。人ってのは許されることで安らぐんじゃないのか。そう、孫悟。ならば乱世を終わらせてみせろ。お前のやり方でな。ああ、まあ見てろって。急に呼び止めて申し訳ありません。老子の僧はお前たちに引き継がれなかった。してなんだ、二人揃って天気の話でもあるまい。皇族たちの行への移送完了しました。父上を排除しようとする奴らもこれで容易に彼らを担ぎ出せなくなります。父上。いや、我が老子の僧を警戒した曹操殿は大した先見の明があられたと思ってな。曹操殿は遁生していた私の才を買い、この義の中枢まで引き上げた。我が野心の危険性等を天秤にかけ、結局は我が能力を取ったのだ。当時の私にはそれが不思議で仕方なかった。そもそも私は曹操殿を裏切ろうなどと微塵も考えていなかったからだ、父上。しかし今の我らの所業はどうだ。
この宮廷の実権を握っているのは。なるほど、言われてみればそうですね。曹操殿は曹丕殿という有能な後継者を残した。誤算だったのは曹丕殿が創生したこと。よいかお前たち、この先多くの才ある後継を育てよ。私がおらずとも文具がはびこるよう許さぬようにな。はっ。はい。兄上、もう起き上がっても。大事ない。愚問でした。それ折り合いですよ。将、引け。我らはもはや後戻りできん。跋扈するボングの排除は義弟の周囲をこそぐだけでは不可能。来たる世の頂く天は我らが築き上げし者となるだろう。だが将よ、帝位とはすなわち天命。どのように心砕こうと命捧げようと我が手に落ちぬ時もある。兄上。将、お前の持てる全てを私にくれ。天下を、芝一族が滑る様を共に実現しようではないか。そういうことなら喜んでお助けしますよ。なあ二人とも。お前がこうも頼もしく見えるとはな。このような傷を負ったのも無駄ではなかったらしい。行くぞ、我らの頂点を目指して。こんにちは、芝生殿。よう、龍皇子。最近はどう過ごしてる？心安く。時折、寂しくもなりますが。食が恋しいってわけでもなさそうだがな。そうですね。偉大な先人たち、その志を受け継ぐだけの器を私は生まれ持ってこなかった。それを思い知るたび寂しくなるだけです。そうか。よっちゃ。俺も時々不安になるよ。三国を作り上げた先人の器はあまりに大きい。広く深く、その器の縁はあまりに高い。だが彼らはもういない。その器の中でいつまでも甘えていてはならないんだ。器の深さを知り、その中に満たされた思いを知り、それでもその全てを飲み込んでいかねばならない。強いなあなたは。私にもその強さがあれば。よしてくれ。そしたら俺はお前を切らなくちゃならない。俺もお前も覚悟を決めたはずだ。お前はそれを貫け。俺は天下を一つにする。
おお、みんな息災か。今年も豊作そうだな。当該様が引いてくださったこの運河がやりがいと生きがいを運んできてくれます。うん、自分はただ地図を眺めて必要と思った場所に建設しただけだ。どんなに偉くなっても筋骨隆々になってもそういうところは相変わらずですな。自分は皆と共に土塁を積み重ね、汗した頃から何も変わらぬ。今日はそれを確かめに参ったのだが、先に言われてしまえば心の使いも取れるものよ。生徒の方じゃいろいろ大変だって聞いてます。だからここで元気出してくださいよ。そうそう、今日いらっしゃると聞いて皆で宴の準備をしておきました。当該様の好物の豚足もたっぷりありますよ。ああ、それはありがたい。では今宵は豚足片手に昔語りでもするとしよう。でも楽しい。シーシャオ殿、またどこに行ったのかしら。シーシャオ殿。あ、元気か。早かったな。政務を放棄して人の部屋で居眠り、お仕置きが必要のようね。ああ、頼むぜ。部屋に素直ね。最近みんなよそよそしくてつまんねえ。元気だけだ、前と変わらないのは。どんな立場になろうと、師匠殿は師匠殿。こうしてすぐに逃げ出してくるのはいい証拠ね。そうだね。疲れているなら少しだけ見逃してあげる。でもまたどこかに行かないように、ここで見張っているから。ああ、そりゃ助かるぜ。見れば見るほど要害堅固な地だな。あのアングな職弟を褒めてやりたい気分だよ。さっさと降伏してくれたおかげでどちらの兵力も温存できた。そして今やその天然の城塞と大軍が我が指揮下にある。準備はできた。早いな。褒美にお前の願いをついでに叶えて。それまでは仲良くしようじゃないか。私は自身の才と野心に従う。生ぬるい平和など蹴散らせばいい。そう、世界そのものを掴む出会い。しばし殿、私は身に余る事態に震えています。正統大将軍犬と呼ばれる私が賜るにはあまりに重い役目。果たしてその大役を務められるかどうか。
何度言ったらわかるのだ。犬とはこうあるものの意味。諸葛多もまさにお前のことではない。しばしどもって兄上なら言うよな。しばしょうどの、あなたという人は。そんなに怒るなよ。確かにふざけすぎた。この通り謝る。いや、そうではない。あなたの中にしばし殿を感じた。それに自分で驚いているのだ。やはりあなたは腐ってもしばし殿の弟。どんなに相性が悪かろうと、これから支えねばならぬ相手なのかもしれん。まあ、なんつうか、そう言ってくれると助かるぜ。だが、あなたが人心の道を踏み外した時は、遠慮なく粛清する。それが本来の犬としての役目だ。わかった。ぜひそうしてくれ、大将軍。受けたまわった。そなたが加工派か。長旅ご苦労だった。正妻の母君のいとこだというが、あまり似ていないな。私もそう思います。ですが、母とは似た雰囲気があるようです。顔に似合わない思い切った行動を取るところが。いやいやいや、正妻殿、そこ顔も性格も置いといてくださいよ。俺は俺なりにいろいろ事情があって来たんですから。あなたは義の名門加工一族。その中心が宿敵である我らに下る。相応の理由がなければ裏を読みたくなるものです。いやいやいや、脅威殿、そこを難しく考えないでくださいよ。あのまま清掃に巻き込まれて終わりたくなかった。一か八かで職での新しい人生にかけたい。それだけなんです。頼みます。俺を職の将にしてください。必ず役に立ってみせますから。わかったぞ、加工派。これから皆と一緒に頑張ってほしい。いやー、助かりました。ありがとうございます。新天地で心機一転、生まれ変わった加工中堅をよろしくお願いします。芝居殿。おお、かくわい、もう出資して大丈夫なのか。おかげさまをもちま。家族全員息災にございます。そうか、ならばよかった。芝居殿が私と妻をお許しくださったこと、あの世に参りましても決して忘れませぬ。ご一族死死孫孫に至るまで草葉の陰から見守りますゆえ。それはありがたい。お前が命がけで救った命だ。今まで以上に細君を大切にね。なんとありがたきお言葉。泣き長春家殿も芝居殿のお近くできっと。ありがたくもない。私が恋しいのはあれの作った肉まんだけ。ん？芝居殿にあやかり、
この角白星、これよりも死ぬ気で妻を愛し抜くと誓いましょう。行け。よう、何してんだこんなところで。師匠、それはこちらのセリフだ。今お前は執務中のはずだ。なあ、バレてたか。行き詰まってついつい新しい昼寝の場所を探してだな。俺の監視なら間に合っている。わざとらしい芝居はやめておけ。監視？何の話だ。とぼけるならそれでいい。昼寝をしたければ馴染みの部屋にでも行くんだな。お前の手、必要以上に汚さないでくれ。このままじゃ感謝だけじゃ足りなくなる。何の話だ。将はいずれも戦死したようです。それほどの敵に我らだけで太刀打ちできるでしょうか。ああ、敵が機動力を生かし大軍を翻弄するならこちらも精鋭で立ち向かえばいい。秦は大国だ。だからこそ戦い方が型にはまってしまった。それでは勝てない敵がいる。今回の場合はそれだ。兄上、やはりかつての英雄趙雲の再来と言われるだけあります。英雄か。語り継がれる数多の将帥たちも不可能と思われる困難に立ち向かい勝利した。ならば我らも同じように。皆、闘志を燃え上がらせるのだ。文治軒、いざ参る。こんなところに呼び出してごめんなさいね。どうしてもあなたに伝えたい秘密があるの。どうぞ中に入って。はい。さあ召し上がれ。今教えた材料と作り方、忘れてはダメよ。よろしくて。これさえあれば、みんなあなたの思い通り。息子たちをよろしく頼むわね。父上、ご所望の諸問題の書物お持ちしましたわ。父上、まさか父上、父上。取り乱すでない賢英よ。気持ちよく御水を貪っていたというのに、お前のいつものあれで現実に呼び戻されたわ。それはようございました。しかしの、このところの情勢を鑑みるに、義と我が一族の行く末は暗い。そ
それを考え始めるとこのままほっこり行きたくなるわ。まあ、父上でも弱気なことをおっしゃるのですね。ご安心くださいませ。どんなに闇が深かろうとも、いつだってそこには光がありますわ。皆で探せばいいのです、その希望を。ああ、頼んだぞ。